ャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下川川です。ということで本日は自宅待機。いやそうなんですよね、今ちょっとうちの妹いちごがねコロナにかかってしまいまして、ちょっと大変ご心配おかけして申し訳ないですが、なので今回はお使い会でございます。お使い会、こんな時に限って大須でとんでもないのが売ってた。高っ。からアドバンテージのさんに買ってきてもらいました。名前出したらあかんねんって。あの S さんとかにしてくださいね。あのアドバンテージの買取の傷チェック担当。マジでめちゃくちゃ厳しいから、傷あの人がいる限りアドバンテージの傷はあの安泰やから保証されてるから、警察みたいに買ってきてもらったんよ。何がおかしいって、はい、当たり散ら、うん、こちら、え、どういうこと、え、どれが入ってるか分からんってこと。説明がないから俺にも分からない。俺も分からない。全10口でそこにカード5枚あるってことは、そこの5枚が当たり、残り5口が外れ。なるほど。まあマリー分かり、ポケカ、え、トコシエの超人馬、デュエーマ、ドラゴンボールヒーローズ、遊戯王、ベジットよ。ええ、まあマリーとプライマルってまあ言っちゃう、3万4万ぐらいするカード、そう、まあ当たりやな。他のもそれぐらいのってことやな、多分価値があるカードなんやと思う。俺らはちょっと分からんけど、遊戯王ドラゴンボールは。うちら以外勝った人おるんかこれ。いやもうドラゴンボールとか遊戯王とか触れる機会もこういう機会しかないと思う。俺は半分の5口8万2500円分本日は開封していこうと思います。じゃあ1パック目、これ16,500円、もうするってなったら外れ何って感じだけどな。いつもさ持ってないやつを狙おうみたいになっちゃう。まあ確かに確かに確かに。今回5分の4持ってない。今週で分かっちゃうんじゃん。デュエマ、おデュエマやな。裏側もデュエマじゃないとかある。遊戯王とはカードサイズが違うから。そっかそっかそっか、そもそもね。いきます。はい、裏もデュエマです。まずいでは枠、え、何、はい、フェアリーリライフドルハディロムの B。 あ、もうあかんわ。ちょっと待って、16,500円か。ちょっと待って、全然あかんわ。ハズレや、これハズレや。じゃあ1パック B、まあ、デュエマーな。もうさすがに。いや、20周年 B だけいいよ。そう、そうね、そうね。B よ、なかなか出へんからね。ドルファディロムなんか出へんから。次、デュエマー来たらあれじゃない、プライマルってことじゃない。絶対そうなの。2パック目。はぁ、触った時点でわかるか。欲しいのはどれ？プライマルジャイアントですけどね。いや、ビジットとかやろ、ここは。いや、わからん。ビジットやろ。ビジット。いきます。はい。おっ、ポケカ。いやもうここはもう単純にちょっともうマリー狙わせていただきます。え、待って、1枚しか入ってない。え、もしかして、え、確定じゃない。え、確定よ。はい、ブラッキー V のあの EV ヒーローズの方のスペシャルアート。え、ちょっと待って。でも V の方のエッセター初やね。そっか、そうですね。上の方はな、あの企画とかで買ったけど、まあそう考えたら、初めての出会い。16,500円、だちょっと高騰したなぐらいで。もういきます、3パック目。ちょ、これ言いたいねんけど、これ全パックにポケモンカードオリジナルパックって書いてんねやんか。めっちゃ嘘やんこれ。俺らじゃなかったら消費者センター行ってるやつおるかもしれん。問題になりそうやから、ちょ、これ以上、これ以上言わんけど。いきます。あー、次ライが来るか。はい、遊戯王。やばい、あかん。ここでも新たな出会い、1枚入りです。レッドアイズめちゃめちゃいいやつじゃなかったっけな、これ。な、最近のパックのやつのはず。ほんまに、いきます、3パック目。はい、え、何、雪うさぎ。めっちゃ有名なやつやん。え、ちょっと嬉しいかも。え、多分当たりにないってことは多分外れなんかな。え、でも結構嬉しいかも、これ。雪うさぎシークレットやつじゃない。あ、このなんか線みたいな。効果はフィールドのモンスターの効果が発動した時、またはフィールドのすでに表側表示で存在している魔法トラップカードの効果が発動した時、手札フィールドのこのカードを墓地に送って発動できる。フィールドのそのカードを破壊する。やって、ついなんか強そうじゃない。うん、除去カードってことやろ。え、多分そういうことやな。英雄タイム的なことやろ。あー、なるほど。 D2 フィールド剥がせるみたいな。合ってますか、有識者の皆さん。すいません、本当に間違ってたら本当始めます。いや今さ、なんかめっちゃ盛り上がってるけど全然当たってないねんって。頼む、行きます。楽しいな。いや楽しい、めちゃくちゃ楽しいけど。4パック目。はい、デュエマ。お、え、これはもう、いきます。はい、2枚入ってます。なぜデュエマだけ2枚入り。え、でも両方枠さ。そう、いきます。はい、ザーディの B。 なんでフェアリーリライフ B。 ゲームだけめっちゃ外れ枠多いってこと？え、待って、なんでちょっと待って。20周年枠処分したかった。あー、なるほどな。まあまあ、でもザークリか。まあまあいいけどね、まだね、使うしね。多分4連続外れ。ちょっと待って、この最後の1箱外したらもう残り全部当たり置いてきたことになるで。ラスト1泊ベジット。いや、そうやね、ドラゴンボールヒーロー実行引いてないからまだ。じゃあラスト、このカードゲームです。こちら、遊戯王。さすが当たってんじゃない。だって遊戯王2枠あんねん。そうやね、当たり確率高い。行こう。レッドアイズの方が嬉しいな。真実はどこに。行きます。はい、おお、
おお、これそうじゃない？照明の神球アポロブーサー。当たり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 、ちょっとスリブ入れます。一番わからないやつ。へえ、が唯一当たり。ごめん、それ宿じゃなかったかも。え、こっち？プリ宿。プリ宿聞いたことある。プリズマティックシークレットレア。はあ。確かに宿とはちょっと違うかも。でもうちからしたら。アポロルーサ3万円もう、うちから見たらどっちも同じぐらい良さそうに見えるけど、あ、青色のやつって確かあのリンクモンスターみたいなやつやろ。だからDM の超人炎とか GR、 あーなるほど、全能全能なんじゃない。なるほどね。ということで本日はエイプリルフール限定謎オリパ8万2500円分開封した結果傷には厳しくいけど、他店のお客様にはハズレ減らして優しくしたと。いやもう、さ本来は優しい人やから、傷以外にはめちゃめちゃ優しい。エイプリルフ限定やから、もう残りの4口の当たりがもうね、葬られたというか、もうその誰も買わずに終わった可能性もありますからね。マジでマジであるからね。でもこれせっかく遊戯王当たったから、ここ2枚使ったデッキっていうのを組んでみたいな。両方コレクションカードかな、かもしれないよかったらコメント欄でお願いします。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでしたというエイプリルフールドッキリでした。ええ、どっち、え、このラベルも、あれからポケカってこと。まあうるさいけど、あ、え、どっち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 